はい、どうも、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイじゃねえや。あれ？今日は、地ビールです。ね。はい。こちら、ヤッホーブルーイングの、僕ビール、君ビールの、流星レイディオ。というものですが、残念ながらこちら、おそらく賞味期限が切れておりまして、19年の3月の中旬で切れております。これ書いてあるんだけど、すでにもう2ヶ月以上過ぎてるんだよな。まあ、ただ単純に俺が飲まなかったっていう、ストックしといたんだけど、飲まなかったっていうね。ハッとする味と香り、これが僕らのビール。今、見えてるものだけが世界のすべてだろうか。明日とビールを自分らしく選ぶ。そんな夜もいいんじゃないか。ビアスタイル、ライペールエール。ライってことは、大麦？シトラスを思わせる、ジューシーなホップ香と、爽やかな味わいにライ麦のスパイシーな余韻。こちらが長野県の軽井沢の、会社、ヤッホーブルーイング。まあ、有名な会社っすね。原材料が大麦麦芽とライ麦麦芽とホップ。アルコール度数 5%。本製品は旨味豊かなコクを大切にしています。稀に旨味成分による沈殿物を生じることはありますが、品質には問題ありません。本来の風味を楽しんでいただくため、冷暗所で保管し、保存し、早めにご賞味ください。まあ、このヤッホーブルーイングっていうのは、まあ、かなり有名な、ヨナヨナエールという、まあ、僕も大好きなビールの会社ですね。まあ、多分ローソンでこれ売ってたんですよ。基本ローソンで売ってるんですね。このヤッホーブルーイングの、まあ、地ビールは基本的にローソンです。こちら、ローソン、じゃあ、ダイソーで売ってました。ビア、グラス。ちょっと薄張りグラスね。薄いんだよ、ここは。これを。これでいただきます。まあ、賞味期限が2ヶ月程度、まあ、あれなんですけど。あ、ちょうどいい。ほんと、ダイソーのマジで、グラス、クオリティ半端ねえからな、マジで。本当に。ダイソーでね、多分一番ね、クオリティが高いっていうやつは、本当にグラスだと思います。特に薄張りグラスってやつね。まあ、こういった、薄いやつです。カンピまあ、典型的なあれですね。ピルス、なんだっけ。ペールエール。ペールエールなんだけど、コクがあんまりないですね。コクがあんまりないです。ペールエールってのは、いわゆる、常明発酵と呼ばれていて、アルコール、一般的に日本の、まあ、ピルスナーとか、まあ、スーパードライとかで、言うならば、基本的に、日本のビールというのは9割方、ピルスナーのビールなんですよ。
で、ピルスナーっていうのは可燃発酵って言って、ある、温度が、0度とか10度とかで、発酵させる。まあ、低温で発酵させることによって、まあ、生の風味を。だから生ビールって言うでしょ。うん、だから、そういった類なんです。で、でも、こちらの、まあ、イギリスとか、ドイツ、ヨーロッパのあたり、っていうので、まあ、メジャーなペールエール、っていうのが、常明発酵と言いまして、まあ、温度が、まあ、だいたい60度とか、60度、70度ぐらいですかね。うん。で、まあ発酵させると。うん。まあそれの違いなんですよ。うん。まあでも夜な夜なエールに比べると、まあ僕ビール、君ビールはもう完全にこれペールエールの、ペールエールなんだけど、ペールエールって基本的にコクが深いんですけれど、これは非常にさっぱりとした。君ビール流星レイビールちょっと、ググってみましょう。基本的にね、このヤホーブルーイングに関しては、ローソン、コンビニのローソンでほぼほぼ売ってます。うん。こちらがヤホーブルーイングと株式会社ローソンで共同で開発したオリジナル、クラフトビール。僕ビール、君ビールの流星レイディオ。が、10月の30日から販売。と書いてあって、やっぱり、うん、他のビールに比べると圧倒的に、賞味期限が短いというところですね。うん。あ、うまい。シャウエッセン。つまみはシャウエッセンですね。うん。うん。まあ、この特徴というと、ライ麦由来の独特なボディ感とシトラスのようなフルーティーなホップ粉って書いてあるんですけど、ぶっちゃけ、まあ、ペールエールって大体ほぼほぼ 100% こういった柑橘の、まあ、オレンジだったりとか、レモンじゃないか、まあ、そんな風味？があるんですけど。うん。じゃあ、ライ麦由来の独特なボディ感を感じられるかっていうと、まあ、賞味期限もあるかもしれない。2ヶ月過ぎてるから。うん。だってこれ、賞味期限が、2019年の3月の中旬ですからね。2ヶ月以上過ぎてるんだ。ビアスタイルはライペールエール。全くわからん。ライ麦って、バーボンでライ麦の、商品ありますけどね。うん。ライ麦、ウィキペディアでググってみました。
ライ麦はイネ科の、栽培植物で、なんとか科を、穀物として利用する。別名は黒麦。単にライとも、言われると。日本でのライ麦という名称は英語由来の、違う、英語名称のライに麦をつけたものである。食用や、飼料などとしてヨーロッパや北アメリカを中心に広く栽培されている穀物である。だからね、まあ、アメリカウイスキーで、ライ麦の、ウイスキーっていうのは結構あるんですよ。うん。まあ、主に、うん。まあ、バーボンですね。バーボン通常だったら、まあ、小麦とか、コーンとか、大麦、まあ、麦、そういった穀物、が由来なんですけど、まあ、これはライ麦というのを使ってる。で、バーボンも、非常にライ麦っていう、ライウイスキー的なのがたくさんあるんですよね。うん。まあ、僕も飲んだことはあるんですが、確かに何か違うんだよね。なんか違うのはわかるんだけど、うん、最近全然飲んでねえから全然わかんねえ。寒冷な、気候や痩せた土壌など劣悪な環境に耐性があり、主に小麦の、栽培に不適な東欧及び北欧の、寒冷地において栽培される。あめ。やっぱ他の PLL に比べると明らかにコクがさっぱりしてるというか、うん。まあでもそれ以外はほとんど変わんないですね。もう普通に柑橘系の風味。うん。でまあ、若干、コクがない。あっさりしてて、喉、飲んだ時に、すぐ、風味がこう消えるっていうタイプ。まあ、切れというんでしょうか。うん。うん。あ、ライ麦のパンとかあるみたいですね。うん。食ったことない。まあ、多分俺わかんねえな。ライ麦で、多分小麦とライ麦何が違うかって言われたら多分わかんねえっす。うん。ライ麦とは、僕たちがよく知っている小麦はイネ科の植物ですが、最近健康食を、語る上でよく出てくるライ麦も同じくイネ科です。うん。小麦は、世界中の至るところで栽培されており、日本でも北海道や九州などで、栽培されています。一方、ライ麦は小麦が育ちにくい寒冷地でも育つというところで、昔から北欧や、
北米などで栽培されてた。なるほど。日本でも育てられていますが、ほとんどは飼料用になります。まあ、あれだな。鶏の餌とかだな。どちらも人類が発展していく上で欠かせない穀物の一つですが、実はパン作りにおいては全然違う粉だったりするんです。ほう。個人的に言わせてもらうと、一番好きなパンはチーズフランスですね。フランスパンの中にチーズがブワーって入ってて、もうチーズもそもそも大好きなんですけど、チーズフランス、フランスパンもすごい美味しいんで、ほんと出来たてとかになるとパリッパリで、ほんとに、食感と、で、さらにチーズとで、非常に美味しいですね。うん。あと、まあ、あれっすよ、ピザ。ピザとかね。ピザももう、金あったら俺、まあ、毎日ピザ食ってるかもわからんな。まあ、ドミノピザとか、ね、いろいろあるじゃないですか。ああいうのってピザほんと高いですよ、やっぱり。うん、L サイズで2000円とか3000円とかするでしょ。ちょっと高すぎんだよな。まあ、なんで、ほぼほぼ頼んだことありません。てか、ほぼほぼどころかもう10年か5年、5年は食ってねえな。ピザなんて本当にそこら辺の、スーパーで売られてる、ピザ、冷凍ピザとか、あれに比べると圧倒的にやっぱり、ドミノピザとか、まあ、そういった宅配ピザの方が圧倒的にうまいんですよ。うん。圧倒的にね、美味しいんですけど、じゃあそれで一つ、まあ2000円とか3000円で買うかっつう話なんですよ。うん。多分買わないっすね。でもさ、やっぱさ、ピザってさ、まあ、個人的に言わせてもらうと、高級食材、まあ、自炊とかしてる人が一人暮らしで、まあ、僕も自炊してて一人暮らししてますけども、そういう人からすると、圧倒的に、まあ、高価なわけですよ。うん。じゃあ、まあ、高価だからっつって、まあ、確かにうまいんですよ。だから、たまーにやっぱりケンタッキーとかのフライドチキンとかの似たような感じで、たまーに頼んでみたりっていうのも、したいんですけど、俺はもうね、本当にね、今31歳ですけど、多分15年ぐらい多分ね、ピザ食ってないですね。ああいった宅配ピザ。ドミノピザとか、なんだっけ、ピザ。ピザで、有名なあれだと、ピザーラとかか。ドミノピザとかピザハットっすね。そう。あれ、ちょっと高いね。
うん。うまさとしてはもう、とんでもないほどうまい。うん。だから、ビールと一緒に、もう、ピザ。最高ですね。うん。うん。まあ、最高ですね。うん。ただやっぱり値段が非常に高いっていうのは、まあ仕方ないといえば仕方ない。これいくらぐらいするんだろう。ピザーラ。いいっすか？ピザーラのメニュー。値段。見ましょう。一番高いやつだと、M サイズで2580円。ほう。で、L サイズだと、なんとびっくり驚き、3960円。とんでもねえな。え、L サイズで4000もすんの？こんな上級国民じゃないと食えないだろ。一番安いので行くと、一番安いのですよ。ピザーラだと、一応プレーンチーズピザっていうのがあって、まあ、いわゆる、その、何にも具が入ってないチーズだけのピザみたいな。で、行くと、L サイズで1680円。M サイズで1050円。でもさすがにこれ頼む、単品で頼むやつ いないと思うんで、その他で行くと、マルゲリータ。M サイズ1800円。L サイズ2880円。高え。これはきついな。これちょっと高すぎるだろ。ピザハット見てみましょう。こっちは結構、こっち結構安いような気がする。あ、ピザハットの創業祭で 39% オフ。M サイズが1567円。L サイズが2305円。やっぱでも高いな。俺もいつかこれあれだね。
ピザ大好きっていうよりは、チーズが大好きなんですよ。とにかく。だから、ベビーチーズとか、で、個人的におすすめなのが、ベビーチーズの、あの、スモークってやつ。うん。あの、ウイスキーで言うと、あの、スコッチウイスキーみたいな、あの、スモーキーなやつ。まあ、あれぐらいしか買わないですね。うん。だから今現在、ね、不況、まあずっと前からですけど、不況って言われてて、こんな高い2800円とか3000とか4000円ぐらいのするピザを、じゃあ果たして食べますかって話。頼みますか？だから今のピザ業界は本当にあの、とんでもない、ことになってるんです。うん。だって、ただでさえ、ピザ業界なんつうのは、じゃあ、宅配、ね、インターネットでペッて、ポチって、何分以内に来るとか、ね、言われてる時代ですよ。で、来なかったら、10分とか20分経っても来なかったらもう、まあ、クレーム、だからそれで結局そういうのがあるんでやっぱ値段が高くなってくるんですよ。どうしようもないですね。まあでも俺はピザ大好きなんで、あの億万長者になったら毎日ピザかケンタッキーか、だと思いますね。いやでも本当にピザ系は本当にあれだな。10年以上は食ってないな。あ、ドミノピザ。ね。有名な。じゃあ、ドミノピザをちょっと、値段見てみましょう。え？あ、え、安い。え、え、さっきのど、やつに比べて圧倒的に安いぞ。クラシックペパロニ。え、これの本場、アメリカスタイルのスタンダードピザ。ペパロニとチーズのベストな組み合わせをシンプルにどうぞ。こちらが M サイズ799円。税抜きで。L サイズは1599円。あれ？え、こんな安いの？いや、むしろこれ、安いじゃなくて、このドミノピザが安いんじゃなくて、そういう感覚になってるだけじゃないんでしょうか。でも基本的にやっぱドミノピザ安いっすね。
ピザハットとピザーラとドミノピザ、これ大体3大ピザ業界。これドミノピザが圧倒的にあれだな。良心的な値段ですね。やっぱピザってさ、夏場に頼んでさ、朝日のスーパーガイとかでさ、こうぐっと行きながらこう、食べるのが一番うまいっすよ、絶対。うわぁ。でもやっぱ安くてもあれだね。L サイズで1600円ぐらいするね。1600円、やっぱ同じ1600円だったの話で、やっぱり、ケンタッキー買うかな、俺だったらな。同じくビールのつまみで行ったりすると。まあでもドミノピザは安いってことは分かりましたね。それ逆に。今調べて初めて分かりましたね。ドミノピザ。安い。話は元に戻りますが、ライ麦と小麦の違いは、何が違うか。ズバリ、グルテン。らしいぞ。小麦粉はふんわりしたパンを焼くのに欠かせない材料ですよね。そのふんわり膨らむ理由はグルテンなんです。なるほどね。ライ麦で作ったパンは、普通のパンに比べると水分量と密度の高いずっしりとしたものになっている。これにはメリットもあって、保水性が高い分、小麦のパンより日持ちする。ライ麦の栄養素が高い？体にいい？健康志向の方が増えてきた中でライ麦がここまで注目されるようになったのは2つの訳があります。1つ目。小麦よりもはるかに高い栄養素を備えていること。二つ目、体に悪いとされているグルテンを含まないことである。あ、はいへぇ。あ、グルテンってあれなんだ。悪い物質だったんだ。なるほどね。しかし、グルテンフリーを実践する人はライ麦にも気をつける必要があります。ほう。
確かに、小麦のようなグルテンの、量や質を含んでいないことは確かですが、ライ麦がグルテンフリーかといえばそうではありません。グルテンとは、実は小麦にもともと存在する成分ではなく、小麦に存在するグリアシン、じゃあグリアジンとグルテニンという二つのタンパク質を、水を加えてこねることによって作られるタンパク質だと。勉強になるな。よってグルテンを作り出すためのグリアジンに似たカセリン、違う、セカリンという成分を持っているライ麦に、アレルギー反応を起こす、方がいらっしゃる。ライ麦 100% のパンなら、もう、グルテンフリーではないと。まあ、簡単に決めつけるのは良くない。これすげえんだけど、油がもう本当にゼリーみたいになってる。油。本当にゼリーの缶ジュースのゼリーみたいになってる。固形化してる、すごい。だとさ。なるほどね。すごい、これゼラチン入れたみたいになってる。本当に。すげえ。一般的な、ゼリーの、そうだな、ゼリーと液体、普通の水に比べると、それの半分ぐらいのあたり。ゼリーほどではないんだけど、すっげえトロトロになってる。すごいな、これ。今までこんなの食べたことない。本当に。シャウエッセンの、ウインナーを、まあ、大量に入れて、で、あとプラス、ハムを、何枚も入れて。はぁ、あ。そしたらやっぱり、
だいぶ、油の量が、上の部分に集まってくる、あれだね。油の量が本当に、とんでもないことになる。うわぁ、くたくた。ということで、こちら、僕ビール、君ビールは、これはあれだな。今が26日。これ、コクはもう、そこないでしょう、ほぼ。甘みは、まあ、若干苦め。香りは、まあ、これは買う必要ないでしょう。さすがに。2242です。ご視聴ありがとうございました。